日経平均株価が最高値をつけ、日本経済が活性化しつつある昨今ですが、好景気という実感はさほどありませんよね。なぜなら日本人の平均賃金が物価高に追いつかず、実質的な経済に伴っていないからです。さて、戦前の日本では現在と比べ物にならないほどデフレが進行し、国民生活を直撃した時期がありました。それが昭和恐慌です。失業者は増大し、景気は大きく減速。経済をめぐる金融パニックは国全体を覆い尽くしていきました。そんな中、国民はどのような生活を送っていたのでしょうか。その悲惨な暮らしぶりをご紹介していきたいと思います。昭和初期の日本を襲った大恐慌とは、まず昭和恐慌はなぜ起こったのか、そこから解説していきましょう。大正時代中頃、日本は第一次世界大戦の特需に沸いていました。なぜなら海外需要の急増によって輸出が増加し、海運業、造船業を中心に大きな利潤が生まれたからです。こうした動きは日本経済に好景気をもたらし、国民の誰もがその恩恵に預かることになります。ところが大正9年になると特需バブルが弾けます。ヨーロッパの経済復興が進んだことで日本経済が減速傾向になったからです。とりわけ金融界は混乱に陥り、いくつもの銀行が休業を余儀なくされました。そしていよいよ世界的な大恐慌が日本を襲います。当時のアメリカはイギリスに代わって世界経済の中心になっていました。国内の消費景気は活況を呈し、国民は株式ブームに沸き立っていたといいます。ところが1929年10月、ニューヨーク株式市場は突如として大暴落しました。いわゆる暗黒の木曜日です。やがてアメリカの経済活動が大幅に縮小した影響はヨーロッパをはじめ日本に影響してきます。その時日本は慢性的な不況から脱するため、金解禁に活路を見出そうとしていました。実は大幅な輸入超過が続いたことで貿易収支が悪化しており、収支を改善するべく金本位制移行へ踏み切ろうとしていたからです。しかしこれが裏目に出てしまいました。まず主要産業である絹と綿の価格が大暴落し、日本経済に大きな影響を与えます。しかも昭和恐慌の場合、生産量が変わらないのに製品価格が下がることが特徴でした。いくら作っても儲からないことから、大企業は生産制限に乗り出したといいます。やがて不況の影響は各産業へ及んでいき、民間企業では賃金のカット、国や地方公共団体でも税収の低下によって賃金未払いが相次ぎました。こうして日本は泥沼の昭和恐慌に見舞われていきました。失業者が数百万人、街にあふれたホームレスたち。不景気になると問題になるのが企業の倒産です。この昭和恐慌をトータルすれば、全体の3割にあたる小売業者が夜逃げをしており、各地の商店街はまさにシャッター通りになっていたようです。さらに深刻なのが失業問題でした。創業の短縮や制限、人件費の削減ならまだしも、倒産やリストラによる人員整理によって失業者が街に溢れたといいます。昭和5年、内務省が行った失業統計では失業者が37万人、失業率は 5.3% となっているんですが、それはあくまで推定値であり、各地方当局が出した任意によるものでしかありません。つまり実数を正確に表しているとは言えないんです。当時の経済誌が発表した数値では100万から120万人、さらに著名な社会学者が記した数値によると、なんと800万もの人々が失業したと推定されています。そんな世相を反映してか、こんな歌が流行りました。すっからかんの空財布、でもルンペンのんきだね、金がないとてくよくよするな、金があっても白髪は生える、お金持ちでもお墓は一つ、泣くも笑うも50年。これは徳山玉城さんが歌ったルンペン節の一節ですが、とにかく笑い飛ばしたくなるほどの不況ぶりだったようです。現在でもネットカフェ難民と呼ばれるほど若者の就職難が問題になっていますが、当時とはまるでスケールが違います。ホームレスや失業者のために都市では保護施設が設置されるものの、とても収容が追いつきません。人々はホームレスになりたくてなったわけではなく、様々な事情で解雇、失業したのでしょう。住む場所を失い、一家は離散し、人間らしい暮らしが送れなくなったんです。またいい仕事があると甘い言葉で誘っては、いわゆるタコ部屋労働に従事させられる業者もいました。警察や関係は有効な対応策が取れず、ますます世の中は荒んでいったんです。
都市だけでなく農村の暮らしも悲惨な状況に。昭和恐慌の特徴は物価の下落にありました。昭和4年を基準に見てみると、2年後の卸売価格は 70% に下落、米価は 63% に暴落し、黄土に至っては 45% まで下がっています。なんだ、物価が下がっているなら買いやすいじゃんと思う中で、実は国民所得が 77% にまで減少しているんです。つまり物価は安いのに買いたくても買えないという状況となりました。いわゆる典型的なデフレスパイラルと言えるでしょう。ちなみに昭和4年に1040億ドルあった国民総生産は、翌年に760億ドル、さらに翌年には560億ドルまで激減しました。わずか2年で国力が半分に落ちてしまったんです。こうした不景気の世相の中で、人々は享楽的な文化を好むようになります。昭和恐慌の時代には、エロ、グロ、ナンセンスといった言葉が流行し、ジャズやダンスといったモダンな思考が知識人を中心に広まっていきました。また漫才や落語、大衆演劇をはじめとする芸能文化も人々のすさんだ心を癒したといいます。不景気にあえぐ民衆はまるで現実逃避するかのように夢の世界を満喫していたんですね。一方、都市だけでなく地方の農村でも人々は悲惨な暮らしを送っていました。なぜなら農産物の価格が下がったからといって需要がそれほど増えるわけではありません。かといって生産を減らし販売量を減らすことすら困難でした。結果的にたくさん作って収入を確保しようとしますから、その分価格の引き下げに拍車がかかってしまうんです。また専業農家は少なく、その多くが兼業あるいは副業で生計を立てていました。不況の煽りを受け、収入を得る機会が減ったことで、その暮らしは窮乏に直面したんです。とりわけ、北関東や信州など、養蚕業を生業とする農家は悲惨でした。収入の道が断たれたことで、夜逃げをしたり、あるいは一家離散の浮き目にあったといいます。ただし昭和恐慌の中、借金で苦しんだ農家が娘を遊郭へ身売りさせ、前借金で年季奉公させるほど苦境に追い込まれた、そんな話が伝わっていますが、それを裏付ける記録や数値はありません。なぜそんなデマが広まったのでしょうか。実は昭和4年のこと、時の浜口内閣は緊縮財政を推し進めていたんですが、政策の肝となったのが国有地の払い下げです。つまり開墾すれば農地が増えるから農民の皆さん買ってくださいねということです。ただし東日本、東北の農家は決して裕福ではありません。でも余裕はないけど、どうしても農地を手に入れて生活を楽にしたいと思うでしょう。そこで娘を女中や借婦として身売りさせることで農地の購入資金を手に入れようとしたんです。もちろん将来的に所得が増えれば借金を返し娘を取り戻すという考えでした。ところが昭和恐慌がそんな農家の思惑を打ち砕きます。結果的に農産物をいくら作っても収入は増えず、生活はますます苦しくなるばかり。しかも借金は残ったままですから、娘が戻ってくることはありません。こうした事例が多発したことから、いつしか不景気で身売りせざるを得なかったという話にすり替わったんです。昭和恐慌が軍部暴走のきっかけになった。昭和6年、政府はこれまでのデフレ政策を180度転換し、積極財政を採用しました。これが功を奏して、日本の経済停滞に歯止めがかかっていきます。しかし、その陰では新たな副産物が生まれようとしていました。それは、さらなる軍事費の拡大です。国内需要が喚起されなければ、国債をせっせと発行して、公共事業や予算を増やすしかありません。もちろん軍事予算が拡充すれば新たに兵隊を雇用することになります。そうした中、苦境にあえぐ農家から多くの若者が軍隊に志願しました。それは家を継ぐ長男ではなく次男や三男たちです。つまり農家は食いぶちを減らすことができ、彼らにちゃんとした就職先が見つかるということですね。やがて規模を大きくした日本陸軍の中で青年将校たちが力を持ち、右翼と結託して国家の革新を目指すようになりました。昭和恐慌で適切な対応を取らなかった政党内閣を批判し、その打倒を目指したんです。昭和7年に515事件が起こり、さらに昭和11年には226事件が勃発。クーデター計画は阻止されたものの、軍部の政府に対する発言力はますます高まっていきました。そして軍部によって牛耳られた日本は最悪の太平洋戦争へと突き進んでいくのでした。ニューヨーク株式市場の暴落に端を発した昭和恐慌ですが、
結果的に日本を未曽有の不況へ追い込みました。その挙句、多くの国民が失業や減収によって生活基盤を失ったんです。時の政権の無能ぶり、持つ者と持たざる者との経済格差など、まるで今の日本を見ているかのようですね。当時と今では比べ物にならない規模の日本経済ですが、今こそ国民は興味がない、関心がないと言わず、しっかり政治や経済に目を向けるべきではないでしょうか。今回の内容は以上です。いつもご視聴いただきありがとうございます。よかったら高評価やチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それでは良い一日を。